服部勇さんとの対戦。相手のパーティーが、ボーマンダ、バシャーモ、メタグロス、キノガッサ、サザンドラ、ミンフィア。追い風は有効そうではあるけど、どうしましょうか。追い風張って上から殴れる状況を作りたい。バシャームに向かれるのはしょうがない。そんなスタンスでいきます。サザンダの時のラスト。ちょいとめんどくさい。ショットのサザンダだからスカーフかもしれないので、ラスト奉仕どっちに打ってくるかな。サンダーの気がする。サザンブラのスカーフメジャーコーリ怖いから一旦何度下げます。違ったか。もう一風。マジかマジか。後取られてしまった。スカーフ警戒。初手のサランドラ、メガネかスカーフか弾か、何かわかんないからな。レイパン、メガシンクじゃねえのか。
相手は交代しない。強気だな。おい、メタクロスは多分ハチマキだと思ってるんだけど、あれら動いてくれないとどうしようもねえな。おーい、なんでメタクロス動かしてくんだ。ああ、もう一回追い風張ってくるかな、ここ。迷ったが。おーい。全く動かないぞ、ガルーラ。あ、そんなことがなかった。こっちも追い風やむ。ガルーラ動いてくれ。やっと動いたぞ。だからストッパー、このターンしっかり浮かずしてくんだね。ノーマンだ。物理か特殊か分からんけど、どっちにしてもきつい。
まあ、ガルーラ取っとくべきだよね。サザンブラが遅いことをちょこっとだけ期待してと考えたけど、99族だから無理かな。どっちみち猫魂をもう一回使いたいからガルーラ引っ込めます。追い風サザンブラ自体はまああるっちゃあるけど、サンダーはさすがに耐えない。お、耐えたズランドロス強い。あ、そうか、バークアウトで特攻されてるから弾も持ってないサザンドラと全然火力ないのね。どっちがいいかな、エンテイかランドロスか。猫騙しとるんだ。マッハパンチは的確に打ってくる。エイジランドスなげた方がよかったな。やっぱ無理か。さっきのタク勝たなきゃ無理やった。こういったのは痛かったけど、サザンダルでもう一回受けず晴らすのも良くないし、うん、大変ありがとうございました。